こんにちは。ゲーム動画でいこうです。高知県林で開催されております共同通信社杯、本日3日目、準決勝の予想をしたいと思います。えー、概要です。10、え、レースはですね、えー、フレッシュ111期のルーキー、山崎健と目標に、えー、山田秀明の指し名が決まると見,見たいと思います。11レースは平原が登場してまいります。 えー、二次予選後方に置かれた反省も踏まえて、えー、積極的なレースをしてくるとみて、えー、番手の木グれを本命に。えー、そしてですね、ちょっとスピードある E い,いのを狙ってみたいと思います。穴として面白いと思います。えー、2レースはですね、えー、っと、ま、いろいろ、えー、っと、浅井が登場してまいりますが、えー、私はですね、ヤ、え、ダ、ー、が、え、位置取りから自力、 押してくると思って、えー、柳田と、えー、軍事の難関両者の一発を狙ってみたいと思います。えー、まず詳しく説明していきましょう。順位レースですね。えっ、ー、と、こちらが、SKS 班が武田豊樹です。ちょっと一度離れて、えー、村上の自力に付け直して、 刺したということなので、ちょっと危うい面があるかもしれないですね。そして、111機のルーキー山崎健と、えー、っと、バックを取って、2日とも1着で、勝ち上がってまいりましたね。はい。えー、っと、ご覧の通りの、3分線プラス、霧山が短期ですね。霧山はまあ、自在、自力自在を選びますね。 で、えっ、ー、と、近畿は古生が前で、ム村が後ろです。さらに、えー、山崎、山田の九州コンビに和田系がつけますね。やっぱり和田も山崎がここを積極的に行くと思っているんで、えっ、ー、と、その後ろにつければ、あの、準決勝へのチャンスがあると思ってるんでしょうね。で、竹田は、えー、横山に乗りますね。道犬なお先輩なので、 同県の先輩を横山引き連れてるんで、より積極的な競争にはなるとは思うんですが、あんまり逃げてないよね。一回しか逃げを決めてないのはちょっと気になるところであります。あと、踏み出しによっては武田がちゃんとついていけるのかという問題はありますよね。で3連単のシーツは、山田、山崎集まってますね。 で、それから、まあ、中断取ってまくりを打つだろうっていう胡椒。それから、武田ですよね。やっぱり、オつも、あの、や、山田がに一番人気で、武田が、やっぱり、前日の競争もあって、それほど人気にはなってないですよね。胡椒も、まあ、まあまあの人気ではあります。で 山崎が結構やっぱり戦列で一着一着でバックを取って強い競争してるんで山田の機関車にとどまらなく頭からも結構売れてるんですよねまあ今やっぱり南順より山崎の方が勢いを感じるんでこのまま順調に 行ったら、あのー、相当の選手になるのかなという気はするんですが、まあ、ここでやっぱり、一着一着がいずれもバックを取ってるんで、は足が残ってないかっていうのは、そろそろ不安になってきますね。一方、横山もやっぱり武田後ろなので、何もしないわけにはいかないでしょう。まあ、武田離れる不安があるんで、 そこら辺を気になるとこではあるんですが。旅館も積極的行ける。ひたすや武田が離れて山崎が番手にはまっちゃうかもしれないですよね。で、胡椒はもう、あの、中断取ってまくり。桐山も胡椒の前には痛い,いでしょうからね。えっと、まあ、 スタートは横山が3回か。まあ横山が取ってもおかしくないですよね。九州が取るかもしれないですし、霧山。まあ誰でも取る可能性はありますね。まあそこはあんまり考えずに。結局は山崎が行くのはまあ間違いない。で、そこを横山が先輩、武田を連れてるんで叩いていく。で、古書は足を溜めてまくり。 でしょうから、まあ、叩き合いになれば古生にも目があるんですけど、横山、うん、の、やっぱり、姿勢がどうなのか。まあ、横山は6番車ですからね、やっぱり挑戦者の立場となってくるんで、武田を引き出す競争をするかどうか。山崎行かれたら終わりですからね。となると、山崎も相当足を使うし、 二日間連続で先行してるっていうのは、先行バック取ってるっていうのは、そろそろ足の心配が出てくるんじゃないかなと。じゃ本命は、えっと、まあ山崎が、えっと、先行の後続距離及び、先行のスピードとも横山より上回ってると思うんで、 山崎が最後できると思って山田を本命にしたんですが、まあ山崎を残りよりは別の目を考えてもいいのかなと。一応、えっと、目はこの通り。山崎を残り目ですが、これ折り返しはしません。えっと、仮に横山が叩いていって武田が離れて山崎は番手に はまってもやっぱり山田スピードありますし、山崎はそこまでに叩き合いのような状態なので足使っちゃうと思うんで、まあ山崎押し切り目はいらないんじゃないかなと思います。で、むしろ、あの、追走の和田やっぱりここを目標を定めてるということは、賞賛があるからでしょうね。むしろ、 和田の折り返しとかないかな西武園記念和田取りましたよね。まあもとも決勝戦なら、あの、勝つ、えっと、縦の切りを見せるでしょうけど、ここはやっぱり、準決勝戦、決勝を見据えた競争となると、あまここで山田がよっぽど、あの、足を、 使った場合、自力にチェンジしたりして、足を使った場合は別ですけど、そう,いう場合、和田も結構足苦しくなりますから、まあ、ここは、あの、まあ、2着、決勝に乗れればいいかなっていう感じで、決勝乗るためのこの位置取りじゃないかなと思っております。まあ、この後ろ、あの、古書、桐山、特に桐山ですね、は欲しいと思いますよね。 猫胡がその牛をつけてっていうナビになるでしょうね。当然、故障や桐山も最後は縦で、えー、強襲してきて、えー、連に絡むと思います。まあ、7-1とか5-1も気をつけないといけないんですけど、一応は折り返しなしでい、えー、きたいと思います。やっぱり山田、スピードありますからね。 さあ、11エースを準決勝戦は、えー、SKS 班が2人、平原と、悲、え、願、ー、の、悲願のかなまあ、えー、初記念部位を岐阜で成し終えた桑原。この2人が出てまいります。他にも村上義弘がいたり、えー、木暮康義がいたり、清水も校長ですからね、なかなか面白いレースになると思いますね。 山田を動向も気になります。えー、っとですね、えっと、このレース、小切れ戦、四、四分戦プラス一。さっきも、まあ、二次予選、えっと、先行、逃げ粘るなど、先手を取ったときはなかなかの、えっと、 強さを見せてますし積極的なレースをするんで、やっぱり人の後ろを回るってことは考えてないでしょうね。中四国の3番手っていうことなんですけど、それよりはやっぱり自分で勝負したい。その方がチャンスがあるという判断になりますよね。えー、っと、このレースですが、徹底先行型が実は、 いないんですよね、まて相手言うなら佐々木も、まあ、佐々木もそんなに逃げるタイプじゃないからな。し、そう佐々木は短期になっちゃいましたからね。で、えー、っと、同県の先輩を連れているのが、えー、っと、二ライン。京都の山田村上と、山口の清水桑原。 ですね。この辺は、まあ、山田も清水もそんなにあの徹底先行というか、まあ、まくり、かましが多いタイプですけど、後ろに同系の先輩が連れてるということで、まあ、かなり前々を意識した競争になるとは思いますよね。まあ、叩き合いまではないと思うんですよね、山田清水で。 まで,で。清水もバックは11回持ってるものの、逃げ、逃げの決まり手は1回なんで、まあ、500バンクということもあって、まあ、できれば最終ホームぐらいから踏み出して、という競争が望ましいんじゃないかなと思いますよね。 まあ、もしくは、桑原がエス取るとしたら、清水は、えー、っと、誰も来なければ、そのまま突っ張って逃げちゃうかもしれない。みんなやっぱり、準決勝って結構、叩き合いってあんまりなくって、足を余らせたいんですよね。まあ、これは決勝戦を見据えて、あんまり足を消耗したくないということもあるんで、 このレースは牽制の試合になるんじゃないかなと思います。で、あと、インの切り合いになりますよね。で、そこで流す。となると、この中で500番区と、一番得意してるのは、ひら、2番の平原なんですよね。で、ひ、え、ら、ー、二次予選は、 6番手に置かれて、まあ、なんとかまくって1着だったんですけど、まあ、ひらスピードの強さを見せつけたんですけど、も、準決勝は安全策取りたいですよね。3着権利なんで。となると、え、やっぱり、同権ではないけれども、気心を知れた気暮れがつけるとなると、 普通にまあ、清水や山田が先輩連れてるから、ハイピッチで行きますっていうならば、まくり勝負なんですけど、まあ、いいのの存在も結構不気味ですし、流したところを最終的に行っちゃうのは、平原じゃないかなと私は思います。で、そこで、えっと、3番手に清水やら山田が、 案外ハマっているかも。まあいいのも、最終的に切ってればハマるかもしれない。という予想を立てます。まあ、平らそんなに足は、あの、前世紀比べたらいいとは言えないんですが、やっぱりそういうところのセンスっていうのは、まあ飛び抜けてますからね。山田もや清水も悪くはないんですけど、 やっぱり平原がこういうところの特にスプリント的な競争になった場合のレースは一番上手なのかなと思いましてえー、っとただやっぱり積極的にかけるとなるとまくりならまあ押し切っちゃうんですけどえー、っとかましい、まあ、残り一周からかけるとなると 木暮れが最後刺しちゃう。むしろ、平原が垂れて、別線が来るという流れもあるんじゃないかなと思いました。ね、えー、別線ということになると清水。山田よりは、その後ろの村上。そして、えー、っと、一応、いいの。まあ、佐々木もやっぱり前々に踏んでいくんで、案外。 25の後ろにはまっていればチャンスあるじゃないかなと思って、56まで押さえてみました。一方、平原が垂れすぎたりですね、えっと、清水桑原へ出て、そこをいいのがつける流れになったりすると、まあ、 山田村上でもいいんですが、3万点を何らかの形で取れると、いいのが、ちょっと気になるんですよね。人気もないですしね。いいの、斎藤は人気ないんで、3連単のシリーズ見ても、逆にここ、108点、まちょっと点数は見劣るんですが、前場所川崎、 F1 で2着取ってますから、悪くはないんですよね。案外。平原、うん。そうですね。案外、いいのは、 気をつけないといけないかな。逆に人気がない分気楽に走れるというか、一度にもできてそこから仕掛けられるんで、清水とか山田、村上よりはいいのかなという、いいの、面白いかなという気がします。まあなんせ えっと、折り返しでも2-8を除けば全部満車券でしたからね、二車単が。そう流しでもいいのかなと思います。それで後輩と当たればも、もうけもんですからね。いらない選手が特にないかって思います。さって、最終の12レースですね。えー、っと、グランプリ発射 SSQS 班浅井浩太、登場です。 そして、えっと、地元、高知から唯一、えー、佐々木紀之が勝ち上がってまいりました。えっ、ー、と、大谷龍馬、まあ、香川裕介の3番手で、えー、戦います。はい、4分線ですね。細切れってなっていますが、4分線です。一番ラインが長いのが、大田香川、地元佐々木の四国ライン。 ですね。他が2社。えー、っと、バック回数は太田が抜けてますね。太田は先行するときもあれば、先手、すっかり先手取るときは先手取るんですけど、途端に気が抜けて、何もしないときがあったりするんで、全幅の信頼はやっぱり置けない選手だなっていう気はします。 まあ、連日、今場所は、このメンバーの中では、えっ、ー、と、唯一バック取ってる。しかも二日とも取ってる選手ですよね。先手取りにやっぱり気合いは乗ってるという。では、ここの準決勝も三者で、えっ、ー、と、三番手は地元のコーチの佐々木なんで、すんなり先手取るかと言ったら、 大体そうなのかな全幅の信頼を受けるのかなっていう怖さはありますよね。で、にん、アサインはどうするかなアサインはやっぱりむしろ500ということでゆっくり構えてもいいんじゃないかなと思います。足をためて一発かなということで,で、軍事はやっぱり 軍事というか、柳田は競争うまいですよね。えっと、恋を取ってまくる。で、先輩が釣れたら積極的な競争もする。もちろん、あの、構造距離はそんなに長い選手じゃないんですけど、柳田すごくあの楽しみにしてる。えっと、若手ですよね。度胸あるんじゃないかなと思います。 と、早坂はまだまだベテランの味。この、今場所では健在ですよね。えー、っと、早坂が三、二着三着か。先手こそは取ってないんですけど。やっぱり、そうですね。 ここに乗るからには、あの、宮城の先輩の大月も連れてるでしょうか。多少でも、あの、積極的になるっていうことは考えられると。思います。で、大田を、まあ、前を取るのは誰だろうって考えたら、村上博之が8回で圧倒的ですよね。スキュエス取りは。2番目が、早坂修吾か。 一番車は浅いなんですが、つい一番車がかかわず、二回車取っていないのは意外と少ない。まあ、とはいえ、村上が取るんで、結局はあの浅い前取りですよ。前、前からですよね。それを、太田はどうするかな。太田も二回前取ってるけど、後ろ誰がいるんだろうな。 山田あたりかな、次に続くのが、まあ、早坂かもしれないですよね。この、ナビ予想通りのナビになるかもしれない。で、大田は、まあ、一度、早めに、前を取るんですが、ここで早坂が、牽制気味に、あの、行くぞっていう構えで、行っちゃうかもしれないんですよね。見るかもしれない。そうなると、大田は、 が早く踏んでいって、一度は踏んでいきたいって思ったときに、大田って、あの、実は積極的な選手なんですよね。えっと、一度は前へ出る。問題はそこからの立ち回りなんですね。単純に、後ろをかれる選手じゃなくて、一度は前出るけれど、抑え返されてまた、 抑えられた時の対応がすごく悪い選手ですから、一度前へ出ても、まあ、早坂突っ張ることなく引くだろう。大田が流したところをさらに、えー、っと、柳田が切るんじゃないかなと。柳田が切ったところを早坂がドーンと叩いていけば、6549で並ぶんじゃないかなと。 で、浅井がさらに、オ田タを外に言うと、オ田タ結局引いちゃうんで、引いちゃったり中途半端に、インに刺さって突っ張ったりするんで、結局、変な足を使い方をして、不発に終わるんじゃないかな、という、見方をしております。で、えっと、私は6549で最終的に並んで、ヤナダが先まくり打って、 えー、軍事とのワンツーになるんじゃないかなと見て、えっ、ー、と、この目です。ただ、軍事ちょっと穴人気しちゃってるんですよね。3年単のシーツでも2番人気だったりするんで、嫌だらけしようかなと思ったんですけど、軍事もなかなか好調ですし、嫌だも、まあ、積極的に行きますからね。やっぱり、軍事の頭も必要。 それに、やっぱり、浅井、それから、6549で行くんで、えっと、早坂に乗る大月が前残るという流れ。それから、浅井がもしまくり不発になった場合、鋭い突っ込みをするのは村上博之。あとですね、えっと、もし、大高不発でも、なんとか維持で、 ま、あでも3着までかなー、佐々木の隆起は。なんとか、あの、突っ込んでくるという流れ。やっぱり500バンク、地元を知ってるっていうのは強みで、強みですからね、今、500バンク少ないですから。あの、前のレースの平、平原なんかもそうですけど、500をホームにしている選手は,は、気にしとかないといけないと思うんで、そう、佐々木を、あの、んで、 込みを穴として押さえてみたいと思います。どちらにしましても、このエスはナダのレーススが光って、えー、軍事とワンツーというか、両者のどちらかで決着すると思います。はい、えー、以上、長くなりましたが、共同通信社背景理。 準決勝の予想をお送りいたしました。この動画、この画面の最後の20秒で関連動画、動画プレイリストを流れます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しいです。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておきますので、よろしければ見てください。また高評価、チャンネル登録まだの方の登録、コメントなどもお待ちしております。 ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で以降でした。